コンカフェ場から東大生になるまでみたいな。埼玉大って言ってなかったあまともな仕事は大体それぐらいです。で始まりました、もちしゃんです。さあ、緑髪のメイドですか、これは。はい、はい、メイドです。やってまいりました、はい、誰ですか受験生版タイガーファンディングに出演させていただいた国沢ゆりかです。現在ゆりかという名前で YouTube 活動しています。そうなんだ、ゆりかゆりえかです。ゆりえか、ゆりいかです。大量のやりいか大量って知らないか、ホリケンの曲。エウレカを英語にしたらユリカらしいんで。ユリカはね、そうらしい。ユリカ、ユリカ7ですね。はい、エウレカ7の意味は知ってるわけですか。ユリカってことですね。後から知りました。後から知ったもともとユリカからもじってユリイカにしてたんですけど、あー、そういうことですね。後から意味を知って、あ、ぴったりやと思って、ぴったりやちょうどいいやと思って。すげえ緑髪だってさ、こんな髪の毛の人にさ、いきなりさ、私さ、追ってくださいってびっくりするよね、うん、びっくりしたんですか。当たり前よ、もうハテナがいっぱいだよ一体この人は誰なんだろうって思って、まあまあまあ、そうです。そしたら、受験生版タイガーファンディング出たあのみたいな感じで、あのって俺知らんかなあのとは言ってない、あのと出たんですけど、そうか、あーってなった。そんなキャラで出たわけじゃないですこんなんで出たわけでは、まあ、こんなで出たわけじゃないです。はい、ね、こんな喋り方なの。こんな喋り方ですね。YouTube の今コンセプトとして、コンカフェ場から東大生になるまでみたいな。埼玉大って言ってなかったハテナがいっぱい。まあインパクトは大事だろうということで、東大生になるまでっていう風にやって。なるほど。今はまあとにかく高みを目指して勉強して。どんな経歴なんですか。俺何も知らないから。経歴としましては、はい、小中高と埼玉県の公立の学校を卒業して、はい、うん、まあ、高校2年生から不登校になって、ほう、高校半分ぐらい行かずにギリギリで卒業して、うん、そこから、まあ、1年間は北海道にいまして。あ、なんで高校卒業して1年間は親戚の家のある北海道にいて、共通テストだけは毎年受けながら。毎年受けながら受けながら何回受けてるの。3回受けました。おー、3回受けて。今まで3回受けまして、はいはい、まあアルバイトをしながら受験勉強しながらっていう状況で、で、私自身障害者手帳を持っているので、そうなの、うん、まあ、障害とも戦いながらバイトしながら勉強しているっていう。なるほど、ハテナがいっぱいだけどどうやって勉強してるんですか今。今は、まあ、予備校に通いながら勉強してます。え、でも予備校帰りでしょ。予備校帰りです。これでも予備校は言ってないわけでしょ。でもさ、予備校行ってる人からしたら分かるじゃん、この緑髪のそんな人いないじゃん、まあ、同じ校舎通ってる人がいたら分かる。絶対分かるでしょ、ね、だって別に帽子かぶってこうやってとかしてないわけでしょしてないです。バレバレだよね、どう考えてもね。そうですね、あ、これ見たらもうすぐ分かるよ、あの人じゃんって。あの人じゃんって絶対なるよね。じゃあコース、国立コースで。はい、で、そんな並びなんだ、はい、国語尽くしみたいな並びなの。国語尽くしです。不思議なコースは 何の教科取ってるんですか。他は、まあ、5教科、6科目ですかね。お、理科基礎が地学基礎を受けるんですけど、地学基礎は夏期講習に入ってるんで、うん、今のところは5教科6科目を受けてる。じゃあそれ以外を受けてる。英語は国立コース、はい、じゃ文法、公文、公文、読解、読解、他ある、作文。作文はないです。作文ないんだ、はい、それ3つ。3つで、他は数学。数学が 1A2B、 こう分かれてるよね、多分ね。あ、国語が現代文、古文、漢文。はいはいはい、3つと、日本史、整形。整形もやるの。はい、ほうほう、整形と、うん、あと生物基礎。え、何、本当に東大っぽく取るわけとりあえず東大を受けんの。え、わかんないです。埼玉はどうなったの。埼玉は、受けるかな。どっちを。いやいやいや、前期片方しか受けられないですよ。そうなんですよね。どっちを受けるんですか。どっち。それ何、共通テストの結果でとかとかかな。あ
レベル的にどうなの？いける感じなんですか？いやいける感じはしてないです。はぁ、いやどういうこと？いける感じはしてない？いける感じは正直してないんですけど、今はどう、レベル的にどうなの？どうなんですかね、まだ模試まともなの受けてないから。ついてけてるんですか？数学は無理です。ああ無理です。数学は無理なんで。東大はだって2時にもあるわけですから。そうなんですよ、数学が無理なんで、うん、そこがどうしようかなって。国立は絶対行きたい。そうです。いや国語は好きって言ってたけど、はい、大丈夫、はい、国語は毎年9割取ってるんで。ああそういうことね。協定で。協定で。英語は？英語が7割ぐらい。7割か、まだまだですね。あとは理科基礎が50点ぐらい。半分ぐらい。半分で2つ合わせてで、はい、それで50ってことですね。日本史が6、7割と6、7割、はい、整形が7割ぐらい、うん、なるほど。え、埼玉大の場合って何、社会2科目いんの？社会2科目いる。いるんだ、へえー、はい、で、去年は何受けた？共通テスト受けた、受けただけで。武蔵野大学と、はい、何だこのスピードで喋るんだね。俺もう編集が怖くてしょうがないんだけど、どんだけ。私の大学と忘れちゃったんです。自分の受けた大学ですよ。どうして、なんだっけな、どうして自分の受けた大学。友達が行ってる大学。知るか友達。知るか、友達も知らんし。大学を受けて2つ受かったんですけど、うん、コットンとなんか見えて私立行く気なかった。ああだからってこと。今回は国立のみを受けるんですか、それともやっぱ私立も抑え受ける？私立も受けるんだと思います。うん、今なんか予備校に行ってしまったので、うん、はい、今まで行かなかったからどこにも行かないっていう選択ができたけど、もう1年っていう選択肢ができなくなってしまったので、うん、なるほど。まあ今年はどこかしらに行くんだろうと思う。へえ、自信はありますか？まあ、どっかしら行く自信は。どっかしら行く自信。大体私立も受けるってことでしょ、したら、はい、でも私立の学費大丈夫なの？払えるの？大丈夫じゃないんですけど。大丈夫じゃないんですか。まあ奨学金借りてなんとかなるかな。なるほど。コンカフェとか働けんの？でももうメンタル大…2年もやってんの？2年経ちました。イエーイ。えー、そうなの？昨日で2年経ちました。丸2年。丸2年、おめでとうございました。なんで自分に。働くのは全然大丈夫なの？なんかもう大変とかは。まともな仕事はできないです。ああまともな仕事。コンカフェまともじゃないんだ。まともな仕事は大体クビになりました。あ、今までどんなんや？カラオケと、カラオケとコンカフェのち、まあ、まあ、とんかつ屋さんと、とんかつ屋、うん、あとラブホのメイク。ラブホのメイク、あ、ラブホのベッドメイキングってことか。そうです。メイクってメイク。ラブホの掃除する人。いや、コンカフェ嬢がそれと違うのがよくわからない、はい、朝から働けない。そういうこと。基本遅刻するんで。だってコンカフェだってダメなんじゃないの？遅刻なんてしちゃダメです。ダメじゃん。ただまあ始まる時間が遅いから、遅いっていうのがあって、シフトが7時からだったとして、うん、6時に着くように支度を始めたら大体7時までに着くんで。なるほどね。全く使えない。何にも一切使えないよ。最初の5分10分しか使えない。ちょっと待って、取れ高がないよ。ないです。でもバイトしながらじゃない、はい、ちょっと大丈夫なんですか、貯められてるんですか、お金。お金は受験生番の方でいただいた100万円と障害年金と今までの自分のバイト代の貯金でなんとか。いや、バイト代どれぐらいもらえるのか。じゃあ受験は大丈夫ってことですね。まあまあなんとか。まあなんとか死ななきゃ。なんとか死ななきゃ。死ななきゃ。昨日死にかけたんで。どういうこと？面白いエピソード出るのそこで。いや使えないです。その話は。あ、使えないですか。当たり前だわ。使えるか。なんでそんなさ、使えない話を次危ない話ばっかりするんだよ。もう怖いよ怖いよ。もう動画出せない状況とかにしないでよ。職業病なんです。もうくだらん話しかできない。お金の面では大丈夫なんで、うん、学力をここからどう。そうですね。でもだってバイトもしてるわけなんだ。はい。
大丈夫その勉強時間。でも言うて週2のはずなんで。はず週2で出してるはずなんで。あ、なるほどね。まあ多くて週2。あ、少なければ週1。あ、そうなんですね。じゃあいくらぐらいもらってるのか。でもそれ多いのか少ないのかわからん。そもそも週2で。あ、いいのかそれは。1日5時間ぐらい。じゃあまあ一応やってきてると、はい、予備校やっていくわけですね。やっていくわけです。応援して皆さん上げてください。応援してください。将来はでも先生になるんじゃないの。多分多分。何の先生。中学の国語の先生。大変だよ。公立私立。公立です。見た俺の教育実習の動画。見てないでしょ。見てないです。どんだけ大変だったかやりたいんですけど続くかどうか。別にだってなんで学校の先生の公立がいいの。中学の時の恩師の先生。あ、藤川天みたいな発言に、まあ、すごいね、いいこと言ってもらってなんとか生きてきたんで、ね、まあそういう先生になりたいなと思って。え、でもこの先生以外はじゃあ何こうしたいとか、先生以外の職業だったら。先生以外の職業だったら国家公務員。先生も公務員だけども国家公務員広いよ幅が。国家公務員なんていろいろあるわけで。文科省の職員はい、わかりました。はい、じゃあ応援してあげてください。応援してください。じゃあテストします。はい